どうも、中田敦彦です。さあ、早速参りましょう。エクストリームコミックス。ベルサイユのバラ編 <laughs> 最強の少女漫画。さあ、やって参りました。 ついに、ついに、ということでですね、ベルスタイルのバラで、通称ベルバラですよね。ベルバラやってくださいというですね、リクエスト、たくさんあったんですけれども、ついにこれをやろうという日がやってまいりました。えー、本当にね、えー、女性の気持ちをわかるにはね、やはり、ベルバラを読めというところがあるんですけれども、わからないことを自認し、さらには見て見ぬふりをし、早、えー、40年ということなんですけれども、ついにこの私もですね、女性の心、 女心の本丸ベルバラにに挑みたいいとそういう,ふうに思っております、えー、まずですね、このベルサイユのバラ、いつ頃の作品なのか、ここがポイントなんですよね。これはなんと1972年に連載開始ということで、なんと今年2022年がですね、ベルサイユのバラ50周年ということで、私よりも10年先輩のですね、ベルバラパイセンでございます。本当に重厚か。50年語り継がれる作品があるでしょうかいや ないそうですよね。50周年というこの凄み私がやろうと思った大きなきっかけがですねこの前帰国し日本でですね森美術館に行ったところ「ベルバラ展」なるものがやってたんですね。うわすごいなベルバラか確かに何かすごい有名だし気になるちょっと読んでみようかな読んでみて思いましたとてつもない作品であると私は断言しましょうこれを読まずに死ぬのは損でございます。いいでですすかこれはですね女性の ハートをわしづかみにして50年というですね、作品であるにもかかわらず、男性に私は今回読ませたい。この一心でこの動画を作っております。いいですか男性諸君、女心はわからないと。もうね、諦めましたという方々、まだ諦めるな。Nevergive up。私は指定教科書にこの本を推薦する。ベルサイユのバラ。 これを読めば女心というものの一端がつかめるのではないか。何にせよ、その衝撃の世界観というのがですね、我々にとってはちょっとですね、もうとてつもないショックを与えると思います。そして目覚めるでしょう。あ、なるほどと、こんな世界があったのかと、そういうことでございます。ねえ、これがなぜこう女性の心をわしづかみにしているのかと。で、ね、これが漫画からアニメになっただけではとどまらず、そうですよね。 あの、宝塚歌劇団で舞台化されて、それも空前のヒットを起こしてですね、もうね、オスカル、アンドレみたいなのですね、もう宝塚舞台の代名詞とも言えるようなセリフになっているのはですね、まさにこのベルサイユのバラがですね、この漫画、アニメ、宝塚歌劇というですね、このもう女性のですね、ハートをわしづかみにするですね、その多角展開をしてるわけですね。 もうこれ50年そうなわけですよ。ねですが、このベルサイユのバラ、私はね、男性に読ませたいと思っておりますので、聞かせたいと思ってますので、これファンのね、あの女性人が、あ、振り返るためにも、もしくはですね、男性である私はですね、どのように読んだのかということもですね、ちょっとその、異文化交流ということで見ていただける価値があると思いますし、男性人はですね、私が食べやすいように男性向けにカットしてですね、お届けしたいと思いますので、ぜひご安心いただきたいんですね。 まず非常に抵抗感があるところで言いますと男性陣ねこのベルサイユのバラフランスの革命時代を描いたものであるという雰囲気は何んとなくご存知の方もいるかもしれませんそうですね、えー、フランス最後の王女あ最後の女王ですね フランス最後の女王、マリー・アントワネット。ねえ、最後の国王がルイ16世なんですけども、そのルイ16世に嫁いだマリー・アントワネットの物語であると聞くとですね、まあ、世界史なんかで勉強している皆さんはですね、えあの悪名高きここなんですよ。悪名高きマリー・アントワネット。 浪費の女王ですよね。フランスの財政を完全にぶっ壊したと言われるですね。もう借金地獄に陥れた。もう浪費に次ぐ浪費の女王。困りますね。男性にとっての恐怖の象徴。それは、とてつもなくお金がかける女性。そうですよね。 お金がかかる女性が怖くて怖くてしょうがないのが男性人なんですよ。その象徴的存在、世界で一番お金がかかる女性とも言えるこのマリー・アントワネットが主人公、ちょっと待ってください。その時点で受け付けませんという男性人、まあお待ちください。このですね、マリー・アントワネットというものに対する抵抗感を払拭しないと、この本は読めませんし、逆に言うと払拭することで女心に近づけるのです。 この最初にして最大のハードル。マリー・アントネットは浪費の女王なのか、そうじゃないのか、ここが大きなキーになってきます。さらにですね、この、うん、ベルサイルのバラ、非常に特殊的なのが、もう一人の主人公がいることです。それがオスカルという女性なんですね。このオスカル。女性なのか男性なのか分からない。雰囲気。これはどうしすね。紹介で言うと、この男装の霊神って書いてあるんですよ。 男性の格好をしている、軍服を着ているんだけれども、麗しき人、美女なんですよ。男、軍服を着た美女、これがオスカルという女性なんですね。女性なんですよ。これ孫を勝たなき女性なんですね。このオスカルとマリー・アントワネットのダブル主役と言って過言じゃないんですね。まず、この、 お話がですね、誰が主役なのかわかりませんであるとか、マリー・アントワネットに感情移入できる気がしませんとか、そういう抵抗感、プラス、オスカルが男装の霊人であることで、余計に男性は気持ちが離れやすいんですね。なぜかというと、やはりですね、女性は男装の霊人が好きなのは知ってます。それはなんとなく分かって、分かっております。女子高生、女子高とかでかっこいい女子、女子がいると、キャーみたいなカルチャーがあるのは知って でもその逆はあまりないんです。男子校において、美少女っぽい男、男性がキャーってなる瞬間はないんですよ。ですから、女装した男子というものに対して、男性がイエーイってなる瞬間がほぼないので、その逆であるところということも言えなくもない、男装の霊人に女性がキャーとなっている状況というのが、完全なるクエスチョンマークなんですね。 そんなこと言うと、じゃあ、宝塚歌劇団というのはどういう服になってますかというと、やはり女性ファンが多いですよね。宝塚歌劇団、空組トップスター、星組トップスター、キャーもう女性の黄色い線が鳴り響きますけれども、うおーというね。うおーという親衛隊の男性というのは少数派なのでございますよ。なので、男装の霊人プラスマリー・アントワネット。 浪費の女王男装の霊人のダブル主役という時点で完全に男性はお疲れ様でしたというふうになるわけですね。もうこれは読めた代物ではございませんと。完全に私の理解の範疇を超えておりますので、どうぞ女性の皆さんを読んでくださいと。私はドラゴンボール、ナルト、ワンピース。 そして、呪術回戦。そういったものを読ませていただきます。ということで退散するのがこの50年の話でした。しかし、その歴史を私が変える。この50年の歴史、負の歴史に私がくさびを打つと言ってるんですよ。この女性に愛されてきた漫画、それがなぜなのかということを知るためには、このダブル主演というものが背負ってきた、その宿命というものを理解しなければいけないんですね。 よくよく理解していただきたいのは、このマリー・アントワネット、浪費の女王であるという以前に、以前に、まずですよ、歴史的な背景、皆さんが好きな世界史ですよ、ね非常にヨーロッパが混迷を期待していたあの時代にですね、オーストリアという強国とフランスという強国はずっと揉めてたんですね。そんな中で、同盟を組むために、ねその、友好国となるために、うちの、 王女をそちらの王子に嫁がせる。まあ戦国時代の中でもよくありますよね。えー、まあこちらからこちらにね、うちの娘をね、えー、届けることによって、まあその家族になろうよというね、そういうことですよね。それが行われたということで、実は国と国との和睦、同盟のために結婚をさせられた女性。つまり政略結婚ですよね。この政略結婚をさせられた 世界一有名な女性という認識をまずしてほしいんです。こうなんですよ。マリー・アントワネットは世界一有名な政略結婚をさせられた女性。へぇー。ではい。でという男性方はもう一度考えてほしいんですね。女性にとって結婚というのは男性が思う以上に神聖なものなんですよ。いいですか結婚式で揉めるナンバーワンは ドレスどうしよう式場どうしよう日程どうしよう誰をどう呼ぼうと言ったときに、ああ、君に任せるよ。ここから喧嘩が始まるんですよね。なんで本気にならないのどういうことなの私たちの結婚式だよね。なんで本気でやらないの私たちの人生のピークとも言える、この花の花の結婚式ということで、女性は、男性陣はびっくりするんですよね。どういうことだと。結婚式っていうのは入学式と、 卒業式と入社式と同じ式の列に並ぶものではないのかそんなに必死に入学式やるか卒業式やったか入社式やったかやらないよね入社式、うん、まあなんとなく行こう。ちゃんとしようとは思ってるよ。入学式、うん、なんとなくやろう。そういう式の一環だよね。違う。入学式や卒業式と並べるな。ギロチンの前に並べ。そういうことになるわけですよね。 結婚式は崇高にして特別なものなんですよ。その結婚を親の都合でさせられた。しかも何歳の時になんと14歳という中二男子ではあれば中二病真っ盛りのその中2の時に親の都合で恋愛を奪われて、初恋もまま,ままならぬまま、人生最大の異文と結婚をさせられるという悲劇。これを背負ってるのがマリー・アントワネントなんですよ。 この時点で男性の見方と女性の見方圧倒的に違うので、ここをインストールしてください。一番大事に、女性が大事にしている、一番大事にしているその結婚というものに対して、不当な、不当な制限をかけられたというのがこのマリー・アントワネット。これを宿命として背負っています。そしてもう一人のオスカル。彼女が何を背負っているか。それはですね。 彼女がなぜ男装をしているかに関わってくるんですよ。彼女の父はフランスのですね、将軍なんですよ。軍部のトップですよね。その軍のトップの子供。 え、なんで息子をさ、軍人にすりゃよかったじゃんなんで娘をこれがですね、いわゆるですね、男の子が産めば世継ぎにしたかった。将軍の後継ぎにしたかったわけですよ。ところがね、6人産んで6人とも女性だった。でもこういうのあり得ますよね。6人とも女性だった。その6番目に生まれたのがオスカル。ね最も美しく。 最も聡明明で最も明るく活発だったんーもうこれはこの子でいいということで女の子だけけれれども将軍になることを運命づけられた例えばそういうことありませんうちのねその寿司屋を継がせるんだとかうちの会社を継がせるんだという時にですねまあ息子を想定して社長の帝王学を叩き込もうと思ったけれども娘が生まれたからうんオッケー娘でねその社長になってもらおうなんていう会社ってあるわけじゃないですか。 なので、そういうイメージでですね、うん、将軍を継がせようと思ったけど、娘しか生まれなかった。よし、娘に将軍を継がせよう。それはもう、今の感覚から言うと、親の英語ですよね。え、将軍はさすがに、寿司屋継ぐのとか、会社の社長継ぐのと、ちょっと違いますよ。将軍は完全に武力。 ちょっと男すぎませんかという理不尽を背負ってる。はい。このオスカルが背負ってる宿命というのが、職業選択や生き方の自由を奪われた女性ということなんですよ。はい。皆さんもうお分かりですよね。この世の女性がですね、大きく苦しんでいる、葛藤していることの二つが、この自由な恋愛ができなかったということと、自由な生き方を選べなかったというこの二つなわけですよ。 ねえ。我々はそういう機会が逆にないんですよね。男なんだからこうしろよ。ね。男だから泣くんじゃねえぞとか、そんなことは言わないですよ。だけど、男だからこの仕事には着くなとかですね。男にその仕事はできないとかですね。男はどう,うどうこうみたいなことはですね。あまり言われないわけですよ。だけど女性はやはりそういうですね、社会進出に関しても、選挙権に関しても、いろんなもので制限を得てきたわけですよね。制限を食らってきたわけですよ。そんな中で、 親の決めた相手と結婚しなきゃいけないなんていうこともたくさんあった。ね。なんせ日本でもですね、お見合い結婚と恋愛結婚ってありますよね。もう皆さん若い世代の方はですね、お見合い結婚知らないなって思うかもしれませんけど、なんせうちの親もですね、これお見合いで結婚してるんですよ。えー、別に悪いことじゃないですよ、お見合い結婚は。ですが、お見合い結婚といえどですね、その、近所の、 ま、なんですかね。その、紹介ですとか、この人いい人なの。ちょっとこう、周りでこう固めていく縁談みたいな雰囲気っていうのは自由恋愛より強いわけですよ。そろそろ結婚した方がいいんじゃない何々ちゃん。あ、いい人いるのよ。ほら見て、お見合い写真私用意したから。なんていうのがご近所に何人かいるわけですよね。で、この人なんていいんじゃない経歴はこうで、こういう人ですごくいい人なのよ。一度会ってみたらいいじゃないほら、会ってみて、雰囲気良かった。あとは若いもので、なんて言ってですね。良かったんじゃないそろそろ結婚した方がいいんじゃないし結婚しなさい、しなさいって言って、 するるっていうパターンあるわけで,すよでこのお見合い結婚っていうのと恋愛結婚の比率で言うと今は恋愛結婚の方が当たり前だよね。だけどお見合い結婚の方が主流だった時代があるの。それが1960年代まで。60年代までは全然お見合いが主流だったグラフで見ると。 その上で、明治時代まで遡ると、三四郎っていう、あの、夏目漱石の本がありますよね。その夏目漱石が書いた三四郎ではですね、どういう恋愛が描かれてたかというとですね、あの、上京して、東大に入った三四郎ってやつが好きな人を見つけるんですよね。これ YouTube 大学でもやりました。うわ、好きだ、あの子が好きだ、結婚したいなと思うけど、その子は、好きだった子は、親が決められた、親に決められた相手と結婚する。うわぁおね。俺のこと好きじゃないのかいうん、ストレイシープ、迷える子羊、ね。何のこっちゃいってことです。 けどもそれぐらいですね、ストレイ、シープ、迷える小羊なの私はと。要するに、私はあなたのことが好き。だけど、親に言われたことは逆らえない。だから迷える小羊。そんな弱々しい状況だったんですよ、明治時代。それがお見合いになって少し和らいだけれども、それでもレ自由恋愛というのは主流じゃなかった。それが主流になった時代こそがまさに1970年代。日本の 成長時代でございます。高度成長によっていろんなカルチャーが入ってきますよね。その1970年代まさにテレビが普及したんですよ。ねえ。そのテレビが普及していろんなカルチャーが全国あまねく、ねえ。知れ渡るようになって、ああ、そうか、新しい時代の女性ってのは、あ自由な恋愛をしてもいいんだという感覚。そういうのがだんだんと出てきた。そんな中でこのベルサイユのバラというのは、恋愛を制限された女王と。 生き方を制限されたオスカル。共に自分の生き方に向かってですね、葛藤する。立ち向かい乗り越えていくというですね、女性のですね、もう普遍的な葛藤とその相告を描いたですね、大名作になっていると。そういうことなんですよ。なるほどー。この時点で男性は打ち崩れるわけですね。 なんと、浪費の女王と男装の霊人、ちょっとよくわかんない、そのコンビのお話なのかと思いきや、女性の普遍的な葛藤の一つ一つ、その二つを、それぞれが象徴し、それぞれに運命の本弄を描かせることによって、恋愛を制限されていたりですとか、生き方に対してですね、こう決めつけられたりとかっていうことを経験した女性たちを励まし続けて50年という作品なのでございます。さあ皆さん、それを読 まずして我々は一体女性の何を知ることができるだろうか。ね女性をもっと活躍させようだとかね。そういうことを政治家の皆さんも言ってますよ。でも皆さんに言いたい。私は自民党の皆さんに言いたい。ねベルバラを読んでますか読んでいない。おお神よということでございます。神よどうして、どうして神は自民党の皆さんにベルバラを配らなかったのか。そういうことですよね。全国あまりか言います。男子校の皆さん。 男子校の皆さん、女心わかんねえな、モテてえな、彼女作りてえなって言ってますよね。ベルバラ読んでますか読んでない。神よどうしてどうしてそのような報いを男子校になぜベルバラを置かないそういうことなんです。皆さん、まずですね、ここまで分厚く中田が喋って全くストーリーに入らないという異常事態、気づいてらっしゃいましたでしょうかそれぐらい、いいですか少年漫画と少女漫画の間には隔たりがあるということを私は言いたいのです。 いいですか少年漫画。その基本は少年ジャンプによって作られております。その少年ジャンプの基本原理。それが友情、努力、勝利と。これは有名ですよね。ジャンプ三原則。友情、努力、勝利。その中で最も男子の価値観で大事なものが何かわかりますか女性の皆さん、この三つの中で一番大事なものが何かわかりますか千 h i n ブー違います。友情ではありません。 女性の皆さんは友情男の友情なんて言ってますけど、違います。男が一番考えていて、人生の90%をその時間に咲くのが勝利そう。 勝利のためだけに男子は生きているのです。誰が一番強いのか、それだけを考えて日夜生命体として命を燃やし続けているのが男そのものなのでございます。いいですかもうその、そんな決めつけたジェンダー論はいらないとかってうそういう話じゃないんですよ。いいですかこれを私の時代において私自身が、あの、あくまで喋ってる偏見でございますから、何を言ってるんだこいつは。この令和の時代に何をトンチキなジェンダー論を喋ってるんだと思いであれば、私を断罪していただい って一個に構いません。ですが、私、もしくは私より上のですね、囚われのジェンダーのなな、あの、哀れなる男たちはですね、まだそういう考えに至ってるわけですよ。努力、友情、勝利のうちの勝利、これが大事なんです。それの証拠に、海賊王に俺はなる。もう、出世のことしか考えてません。いいですか俺は、ね、最も愛する女を見つけるって誰が言いました ね、ゴムゴムの身でお前をいつまでも抱きしめて話さないなんて一言も言わないんですよ。その伸びる伸びる腕で女性を抱きしめる暇もなく、誰かを殴り殴り殴り続けてる。それがモンキー、ディー、ルフィ。そうですよね。俺は強えやつ見るとワックワックするんだ。それは何なんだと。なぜ強えやつ見るとワックワックしちゃってんだと。ね。俺は愛する女を抱きしめるとワックワックするんだって言ったことがないんですよ。 孫悟空は一言も愛について語りません。勝利、勝利、勝利でございます。勝利のことしか考えられない哀れな生き物、それが男。そうなのでございます。ですが男性の皆さん、その世界が全てだとお思いかもしれませんが、このベルバラに代表される少女漫画において最大の価値観は勝利ではない。これだけちゃんと理解してほしい。最大の価値観は何か愛です。愛でございます。 いいですか誰が一番強いのかを決めるのが男性漫画、少年漫画でございます。だとすれば、誰が一番私を愛してくれるのか、それを模索するのが少女漫画なんです。ですから、誰が一番強いのかは一切論じられません。いいですね。断るごとにトーナメント戦を開く少年漫画とはわけが違うんですよ。 なんかっつったらトーナメント戦で誰が一番かを決めている、そんな少年漫画とは全く違います。たった一人の自分を心から愛してくれる人間を探すという旅。それが少女漫画なんです。さらに言わせてもらうと、何にバリエーションや価値を置いているのかも全く違います。この女性のこのベルバラにおいてはですね、 あの子、何なのあの子、私よりもいい服を着て。なんかそういう描写があります。私はこの文章いらねえな。俺が編集者だったらカットしてるのに意味がわからないな。なんで急に服の話をしてるんだどういうことなんだと思いながらベルバラを読み進めると、その記述が何度も出てきます。あんなにいい服を着て、であるとか。あんな、あの、あの子、私よりいい服を着てるなんていうのが出てきます。そこで私は思いました。どうやら、 服のバリエーションがどうも重要らしいと。気づきました。よくよく読み進めているうちに私はもう一つの悩みにぶち当たるんですね。それが、マリー・アントワネットの髪型が変わりすぎて、誰がマリー・アントワネットか分からなくなるという状態です。先ほどまではここで巻いてたのに、ここで巻き出したり、こういう服を着てたのに、ああいう服を着だ出したり、どういうことなんですか なんでそんなに服をコロコロ変えるんですかのび太は変えませんよ。のび太は同じ T シャツを着てますよ。ジャイアンだってそうですよ。わかりやすいようにのび太は N っていう服を着てたりすることだってあるんです。 読者を混乱させない工夫に満ちあふれていたじゃないですか。それがどういうことですかマリー・アントレットは毎日毎日服を変えてくるんですよ。わけがわかりません。服だけならまだしも髪型まで変えるなんて酷じゃないですか。スネオが変えたことがありますか髪型を。スネオがちょっと前髪を流してみたり、下ろしてみたり。 ワックスで遊んでみたりスプレーで固めたりしたことがありますかもうスネ夫は生まれた時から死ぬその瞬間まであの髪型であの角度からしか髪色を取らせないんですよそんな私たち少年の気持ちをですね翻弄するかのように服が変わっていきます服のことを論じますはいそうなんです どれだけ服のバリエーションやオシャレさがあるかということは女性にとってものすごく大事なんです。圧倒的な価値として愛と美というものが存在します。美という価値観、それ美は正義であり美は力であるというその その価値観も男性は理解しておかなきゃいけません。それはさながらに男性が必殺技のバリエーションで競うかのようにです。ね。男性は何か言ったら必殺技をすごく大事にします。何発の必殺技を持ってるのか。ねえ、いっぱいありましたね。レイガン。 カメハメハ。いろんな必殺技をたくさん持ってる。ベジータはギャリック、ギャリック砲弾なんとかね。なんとかギャラクシーマグナムとかなんとかすごいいろいろ持ってるんですよ。で、たくさんの必殺技がある主人公はかっこいいなーなんて言ってですね、技が出るたびに興奮して、イエーイと、その必殺技の数だけ我々が興奮してたのと同じように、服装が変わるたびにキュンキュンしているのが女子。 我々にとっての必殺技が彼女たちにとっての服だとすれば許容しようじゃありませんか。我々にとっての将棋が勝利というのが彼女たちにとっての愛なのです。いいですか我々にとっても人生を捧げる勝利という感覚こそが彼女たちにとっての愛なんです。そして我々にとっての必殺技はそれこそが彼女たちにとってバッグであり、服であり、髪型なんです。 そうやってですね、しっかりと自分のことで噛み締めて、理解し、覚悟をして、お、黒帯を締めてからベルバラの門を叩かないとですね、偉い目に遭います。全部読み通した挙句、一回目では一体何が行われてたのか分からないでしょう。おそらく皆さんには、なぜ、なぜフェルゼンとアンドレは戦わなかったのか。どっちが強いのか全く分からなかった。どういうことだ。そういうことになりますね。 はい。戦いはどうでもいいんです。腕っぷしの話はどうでもいいんです。大事なのは愛。そして、そのおののの女性が背負った宿命。その辛さ。それを葛藤し、真実の愛を見つけられるのか否か。その物語をこれから説明したいと思います。よろしくお願いします。 さあ、舞台はヨーロッパです。1770年、とある婚姻が行われた。そういうことですよね。先ほど申し上げたようにですね、オーストリアとフランス、バチバチ揉めてたんですね。オーストリアには、オーストリアは女帝。オーストリアとオーストラリア混同しないでね。オーストラリアはあの、南の方にあるでっけ島。オーストリアっていうのは、あのウィーン少年合唱団とかのいる、そのヨーロッパの国。そういうことだよね。そのオーストリアのね、 女帝マリア・テレジアっていう立派な女帝がいるんですね。このマリ,マリア・テレジアのですね、えー、その子として生まれたですね、このね、何人かの娘の中の一人、マリー・アントワネット、美しかったんですね。もう、もうこの世のものとは言えないほどチャーミングなんですね。非常に美しい娘が生まれた。それがマリー・アントワネット、絶世の美少女でございます。この絶世の美少女、14歳になった時にですね、 突起に生かされるわけですよね。それが、えー、後のルイ16世のもとですね。えー、なぜ、えー、結婚しなきゃいけなかったかというと、その同盟関係を結ぶために、えー、そ、その、祖国の平和のために、突いでいきなさいということで結婚するわけなんですけど、これまあ、式がまあ盛り上がらないんですよ。本人としては。ね、もちろん周りは盛り上がってますよ。うわーなんつってね。フランスとオーストリアの平和の象徴がギャーになってるわけですね。 であ、あの人がね、えー、王太子よ。王太子、王子ですよね。王子よ。なんて言われてですね。はい。なんて言って、パッて見た時の感想ね。マリー・アントワネットの感想がですね。あの、目がドロンとした人そんな感想ある目がドロンとした人。やめなさい。結婚はやめなさい。目がドロンとしてる男との結婚は絶対にやめた方がいい。最悪の大印象ですね。目がドロンとしてるんですね。 ぽっちゃりとしてですね、覇気がないんですね。ぽっちゃりとして覇気のない目のドローンとした男とですね、ね口づけを交わしましょうと言ってキスをですね、ほっぺたにチュってされるんですね。これがキス。初めてのキス。こんなにときめかないものなの。最悪ですねー。初めてのキスが全くときめかない。なぜなら目がドロンとしたらぽっちゃりさえない男だから。 なんなのこいつという状態でございますけれども、もう、もう事態は進んでいきますよね。あなたは王太子妃なのよと言ってですね、もうこれからオーストラリ,オーストリアのものはすべて、 ね、この国に置いてって、すべてフランスのものになるのよ、なってですね、もう下着から何から全部服まで全部フランスのものに着替えて、フランス王室に嫁ぐのよ、ということでですね、まあ、もう、そのねも、もう、もう、もう、マリア・テラジアも泣いてるわけですよ。ああ、あまりにも手放すのが早,早すぎたのかもしれない。ねもうちょっと分別がついて、何かね、ねあの、ご自身で考えれるようになってから送り出した方が良かったのかも。ね時を急ぎすぎたのかもしれない。 大丈夫かしらすごい心配なマリア・テレジアですよ。そんな中で王室に行くんですね。で、そのフランスの王室がどういう状況かと言いますと、ルイ15世というね、その結婚した王子様のお父さんですね。親父がね、えー、そのやってるわけですよ。ルイ15世が、先代がやってるわけですよ、まだね。まだ生きてるわけなんですけど、60代後半、もうそのね、時代からすると結構年なわけですよね。 えー、このルイ15世結構お年。で、王妃はと言いますと、いたんですけれども、もうお亡くなりになってると。で、王妃がいないという中で、王がいて、王子がいて、その王子の、その王女ですね。その王太子妃として、えー、マリー・アントワネット入ったんですけど、これ序列で言うとですね、まあ一番偉いのはもちろん王様なんですけども、その次がその王、王子様なわけですけども、その王太子妃となってる状態というのは、 女性人の中ではナンバーワンの格付けに急になっちゃったんですよ。王妃がいたら、まだ生きてたら王妃がナンバーワンですよ。王太子妃はナンバーツーのはずなんですよ。ですが、一番がいないので、ナンバーツーがナンバーワン。だからもう14歳にして、フランスベルサイユ宮殿のナンバーワンの格付けの女性になっちゃったって話。えぇ、ー、大丈夫なんて言うんですよね。そんな中で、 ナンバーワンは確かにマリー・アントワネット。あなたかもしれないけれども、果たしてそうう行く,くかしらという女性。最初の悪役が現れます。現れます。それがデュバリー白夫人。 デュバリー伯爵の夫人。その、無こう、夫人の方の名前で呼べばっとかというのは現代の我々の感覚。デュバリー伯爵の夫人であるというのが、その架空を表しているし、そのまま呼ぶわね。うん。だデビ夫人みたいなもんですよね。デビスカルノの夫人であるということがアイデンティティなわけですから、そういう呼び方を、後期なる貴族の方たちはするわけですよ。ね、後期なる伯爵の夫人ですよということでね、デュバリー伯夫人とのいるわけですね。 ただ、このデュバリー博士夫人というのはですね、ものすごい曰くきなんですよね。ま、まずですね、王のね、えー、娘たち、王様の娘たちってい、ね、いるわけですよね、えー。とか、その親戚がいるわけですよね。その、そのね、親戚軍がですね、教えてくれるんですよ。バーってね、マリアントランって、ね、デュバリー博士に気をつけな。なるわけですね。え、どうしたんですかなるほどね。デュバリー博士夫人というのはね、あれはね、今のその、 国王15世、ルイ15世の愛人なのよ。ええー、と。国王の愛人だっていうことで、でかい顔してんのよ、あの女。ええー、と。まるで自分が上下のように振る舞ってんのよ、国王のね。国王に気に入られてるからって言って。そういう力関係なのと。だから正式な格付けではね、このマリーアントネントが1位なんですけども、実質、 実質女王のように振る舞ってる、もう、カッコナンバーワンっていうのがいたわけですよ。それがデュバリー白夫人。ねえ、どんな人なんですかどんな人も何も、もともとは、貴族でも何でもなかったのよ。え貴族じゃないといけないんじゃないんですかなるわけですよね。貴族じゃなくて、もともとは、町の勝負だったの。 町の娼婦、とんでもないことが出てきましたね。ええー。まあ、そのね、ええー、まあ、体を打って、生計を立てると、この娼婦というね、言葉が出てくるわけですよね。この娼婦がなんでじゃあデュバリー白夫人に、それがとんでもない悪辣な手法でね、 宮殿にまい、ま,まい、ね、潜り込んできたのよ。デュバリー伯っていうのね、その、形式上の、ね、形式上の書面上の、誰の言ったらもう、もう詐欺みたいな形で、その貴族と婚姻届を出して、その上でこのデュバリー伯爵を毒殺したのよ。無茶苦茶だよね。そんな人いる貴族と結婚の書類を、もう偽造書類を作って、交わした上で毒殺するって極悪人だよね。 デューーそんな奴がベルサイユード宮殿に舞い込んできて、そいつに、うまいこと、乗っけられちゃったら国王が、最悪の状況。ね。そんな中でどうするなんつってね。これで少年漫画だったら、一丁叩きのめしてやっかと言ってですね。おい、おめえデュバリー白人てめえ愛人らしいな。顔貸せよう。何つって、ボコンつってですね。超強えとかってなるんですけど、そんなことはしません。 何度も言ってますけど、これ少年漫画ってないんですよ。そういう不埒な輩がいるっていうことに対して、なんですってーってなるんですけどここからが非常に奥ゆかしいところですね。ね。とはいえ、あなたの方が格が上なんだから、ね。うまくやりなさいよ、なんていうわけですね。うーん、なるほどと。ね。どううまくやるのか。実は一番格上の、その女性、格が上の女性からしか、格下の女性には話しかけちゃいけないんですって。 格下は格上に話しかけちゃいけないんですよ。あ、どうも、おはざすーとか言って、先輩おざすーとか言っ,て言っちゃいけないの。黙って、待ってなきゃいけないんだって。格下の人間の方が。で、あらごきげんようなんて言われたら、あ、ごきげんよろしくございますとか言って、話しかけられた大きな幸せ、これを待ってなきゃいけないんだって。すごい世界ですよね。上下がすごいんですよ。そんな中で、なんとですね、まず、 その、か、仮のナンバーワンであったデュバリー夫人に、ね、話しかけるべきですよね、アントワネットはね。だけど、話しかけないんです、これがなんと。そんな話聞いてるから、ツーンなんてしてですね、14歳のね、新入りがですよ、ツーンってしてね、他の人に話しかけちゃうんですよ。それでデュバリー夫人は、パゲーンあのアンマン、無視しやがったの、この野郎って、こういう話なんですよ。えぇー。ファーストバウトがカトっていう。 私もう震えました。そんな漫画見たことないです、少年漫画で。おい、あいつがよ、うちの組仕切ってんだよ、とかね。あ、スズラン仕切ってんの、あい,らあいつらしいぜ。なーになんつってね。よしシカト。シカトシカトっていう攻撃。 デュバリ夫人、ブチギレます。泣き、泣きつくわけですよ。国王に言うんですよね。ねえ、国王様。ひどいのよ。最、最近入った王太子妃は、私をこんな風に恥ずかしめてんのよ。って言うんだけど、最初は国王もですね、笑って済ましてるんですね。<laughs> 冗談だろって。まあ、たまたまじゃないか。だって14歳なんだからさ、緊張してたんだろうなって言うわけですよね。うん。でも、どうも意図的にやってる。これはやばいな。どうにかして。 こっちが格上だってん思い知らせてやるということで初めに争われたのがオスカルなんです。来ましたここで第二の主人公オスカル。そうオスカルは そのフランスの将軍、ジャルジェ将軍という人のですね、娘なんですよね。この娘で、この絵体に入ってたんです。この絵体というのは、近くでね、えー、防衛するのね、えー、守ると。近くで守ると言って隊、この絵体。この絵体というのは、王を守るって、側近の舞台なんですよ。側近の舞台であるからして、まあ、すぐに戦に出るっていうこともないわけですね。その上で、身分とか、家柄とか、あと、容姿が美しいとかっていうのも大事にされてたのが、この絵体でした。この いたのがオスカルだったんですね。そのオスカルはもうその時、はの軍服着て男、ね、装でしてますから、もう非常にですね。貴婦人の多い、その宮廷内でもう女性たちにキャーキャー言われてたんですね。かっこいいオスカル様かっこいい。まあ、今日ももうかっこいいわね。なんてこと言われてですね。若きオスカルはですね。もうすでにね。寵愛されてたわけですね。そのオスカルがどっちに着くかっていうのがま1、あ、個の最初の争いなんですけれども。 オスカルは頭もいいですから、そんな揉めが揉め事にはですね、いきなり首突っ込みたくないなということで、私は様子を見させてもらうぞっていうわけですよね。ところがこのデュバリー夫人は、オスカルの母親を自分の次女にしたいと言い出すわけですよ。要するに、オス、将をインとすれば、まず馬を、これですよね、直で行かない。その周りを、こう、こっちに取り込むっていう、まあ、非常に高度だよね。 高度な政治だよね。オスカルの母親を私の事情になって言うわけですね。それを聞いてですね、そのね、その王の親戚たちがですね、マリーアントアネットにまた行ってくるわけですよね。王の親戚たち、ね、娘とか妹とかそこら辺はですね、嫌なんですよ。ね、愛人に、あの、自分のねお、お父さんとかがいいようにされてんのが、愛人から取り戻したいわけですよね。ね、やっぱり娘とか家族よりも愛人に夢中になっちゃってる。ね、そうなっちゃってる、ルイ15世がね。 あだから取り戻したい。あんた、ね、オスカルのお母さんを次女にって言われてるから、あなたの次女にしなさい。言うわけですよ。分かった,っつった。 マリア,アントアネットの方の事情になりなさいということで、オスカルの母を板挟みになるんですね。それでどうするか。これのやり方に関してもオスカルは腹が立ってたんですけども、しかし待てよと、冷静に考えてみて、竜医15世というのはもうだいぶご高齢だ。ね。だとすれば、いつ病気でお亡くなりになってもおかしくないのであるからして、その愛人デュバリー夫人の権力というのは、な、長く続いてももうあとわずかだろうと。 だとしたら、やはり、つくべきは、マリー・アントワネットの方であろう、ということで、マリー・アントワネットの方を取る、というふうに、オスカルが決めるんですね。うちの母親をマリー・アントワネットの事情にするということで、キーなるわけですね。もう、デュバリー夫人としては悔しいわけですよ。負けた何この言ってですね、これはもう言わなきゃということで、国王に激しく言うわけですよ。 バカに、バカにしくさりまってん、まんねん、こういう、このあの、小娘が、言うてですね、言うと王がですね、いや、さすがにそれはな、王としてもちょっと気になるわけですよね。なんで王太子妃にチョコマが動かれない今のナンバーワンは俺だぞと。俺の愛人が泣かせれてるんだったら、ちょっとムカついちゃうよね、ということで、注意を出すわけですよね。 え、ちょっと、えー、デュバリー夫人への対応とか、いろいろ考えた方がいいんじゃないかなんていうですね、案にほのめかすわけですよね。とはいえですね、愛人が怒ってんだからプンプンだそうなんて言ったらですね、王は王ってちょっと恥ずかしいので、ちょっとこう、ほんのり注意するんですね。ここら辺のやり取り行動ですね。それでもう、そろそろ、あの、ちゃんとしなきゃいけないんじゃないのって言い出したのが、 この、そのマリー・アントワネットのお母さん、マリア・テレジアが心配だと思ってですね、えー、そのジーヤをよこしたんですね。メルシー博っていう、メルシーさんっていう人をですね、お目付け役にね、あの、送ったんですよ。フランスの方に。それでメルシー博はですね、ことの次第を聞いてですね、おいおい、それはやりすぎじゃないかと。ね。王の愛人に、 きつい態度を取る。これ、揉めたら、王の怒りをた買ったら、これ、もうせっかく同盟のために来るんだのに、もう台無しになって、これ戦争になってもおかしくないから、ね、ちょっと、ね、ちょっと、ね、うん、アントアネット様、これはちょっとおんびに行きましょうよ、というわけですよね。で、じゃあ分かったわよって、ね、その国のために、ちょっと愛想でも振りまくから、なんて言ってですね、3回目、ね。 もう、いよいよ挨拶しようかなーって三段を整えたんですけれども、もうそれでディバリー夫人は待ってるわけですよ。鼻息ね。こう鼻膨らましてね。もう今日こそ挨拶するわよ。あの小娘がなんて思って待ってたわけですね。こんなに待ってたらですね、直前で、ね、挨拶するかしないかーっていう直前で、 マリー・アントワネットをですね、その王のですね、その親戚たちがですね、連れ去るっていうね、実力行使で連れ去ってて挨拶させないってああ、挨拶させずに連れ去りやがったってなった時の周りの貴族がですね、あまりにもその滑稽なことを見てですね、あらー、デュバリー夫人また仕方されちゃったのね、なんてクスクス笑い出すわけですね。それでガー月光したデュバリー夫人が国王にもう一回言ってですね、ものすごいふざけたことされたのよーって言って、国王はさすがに三度目のね、この正直でね、怒り狂っちゃうわけですよね。なんだと。 今までこの私に立てついたやつ、このフランスで一人もいなかったらね、ついこの間来た王子の子供の娘が、あむの、嫁が、私をバカに仕草っとんのかいって、この戦争じゃーんって、ぶち切れそうになってるので、これはもういよいよいかんですよ、と。アントワネット様、これを挨拶してくださいということで、私はどうしてもあんな、あんな、 婦出身の愛人なんかに私は挨拶してたまるもんですが私は将来のフランス女王なのよっていうプライドとで,ですねこう板挟みになってでもこれねマリア・テレジアお母さんのこともあるし同盟のこともあるしっていうことで,ですね挨拶することになるんですねゆっくり近寄っててですね「ベルサイユは大変な人ですこと」「今日のベルサイユは大変な人ですこと」どういう意味? <laughs>「の、今日ベルサイユ大変めっちゃ人多いですね」ぐらいの感じですね ベルサイユめっちゃ人多いですね。もう世間話中の世間話。とはいえ、これは屈辱だったわけですよ。私は将来女王になるのよ、なんて言ってですね、思って、私がこの世界のナンバーワンなのに、なんで、勝負しない人にそんなにコミを売らなきゃいけないのなんてですね、挨拶した後泣くんですね、ギャーってね、その、男性陣ついてきてますか何をやってるんだというね、その <laughs>、 難しいですね。これは、あのー、な、なんですか、その社宅でね、半沢直樹とかで出てくる社宅がありますよね。えー、半沢の上司が、その上司の奥さんにですね、なんか媚びを売らなきゃいけないみたいなね、半沢の方が結果を出してんのにみたいなね、そういうその同じマンション内のママ友でのマ,ンマウントとかね、まあそういう、そういう雰囲気のものがまず描かれるんですよ。なんというお話なんだろうと、ね。 そんな中ね、言ったらオスカル争奪戦は勝ったんですけれども、挨拶させられるというですね、ことに関しては、まあ、いっぱいしてしまうわけですよね。悔しい悔しすぎるなんて言ってね。でもそれを見たですね、オスカルはですね、思うわけですよね。え、こ、なんだこの誇り高さはね 生まれながらの女王なのかもしれないこの人は、というわけですね。とてつもなく誇り高い。ねプライドものすごい高い。それがもうこのマリー・アントワネットの個性でございます。そんなマリー・アントワネット。ねまあその悔しい目にはあったんですけども、いい日もあるわけですよね。それがパリ訪問。ねえ。 パリ、ね、首都ですよね。ベルサイア宮殿があるんですけども、パリっていうのはその政治の中心地だったみたいですね。そのパリに行きますとですね、で、お披露目するわけですよ。新しい王太子と王太子妃でございます。ってもうそしたらですね、まあ、言ったらですね、その当時、その当時のね、フランスすでに、もう結構ですね、貧富の差が激しくなってまして、民衆の暮らしはだいぶあ貧しかったんですよ。ですから時代が変わってくれと思ってたんですよね。 民衆たちはですね、新しい時代をもしかしたらこの王太子と王太子儀作ってくれるかもしれない。このルイ15世、どうやら愛人にうつつを抜かしてるらしいぜ。そんなルイ15世恥ずかしいよ。もうあいつのせいで全然さ、最近経済も良くないじゃないか。ねちゃんとした王様に変わってくんないかなもうご高齢だしって思ってた時に、王太子と王太子をパッと見た時の、あまりの王太子妃の美しさよ。ええー、な 見たあなたあの大体氏の美しさものすごいわねえまるでミルクの上にミルクの上に一,一、一枚のバラの花びらを浮かべたかのようなねえ唇が赤くねえ真っ白な肌うわぁ素敵ミルクにバラの花びらが浮か浮かび上がってるようなそんな美しいあんな人なら世界を変えてくれるかもしれないそう言ってですねものすごいみんな喝采したんですよすごいうわぁね最高だ 超美しくねえか。綺麗だな、女王、あの未来の女王があんなに美しいんだって、うわーなってるわけですね。ものすごい歓迎されたことでですね、マリー・アントワネットはですね、気を良くするわけですね。えっこんなにこんなに歓迎されてんのしかも私が、そうですよね。もっともう、その、あの、隣で1ルイ、将来のルイ16世もぽっちゃりはしてるんですけれども、基本的にみんなぞっこんなのはマリー・アントワネットなわけですよ。なんて美しいんだ、キャーアイドルだうわーなるわけですね。そしてオスカルが言うわけですよ。ね。 オスカルはそのこの絵体としてね、もうすでにあのマリー・アントレットの近くにいるわけですけども、オスカルがね、今ご覧ください。ね、20万の国民があなたに恋をしているのです。ねえ。あなたに恋焦がれる20万を今あなたにね、目の前にしているんですよ。ええー。うわー。ねーもし、この美しく、 愛に溢れた光景をマリー・アントネントが忘れることがなければあんな悲劇はなかったかもしれないなんていうナレーションが入るわけですね。えぇ、ー。そうなのー。20万の人がキャーなんて言ってたのはだんだんとそうじゃなくなっていくみたいですよ。怖いですねー。でもすごくいい日があったわけですよ。20万人がね、うわーなんて言ってくれてて。ね。でもデュバリーにはね、あんなこと言われて苦しいですよね。ところが、ここで ロマンスが生まれてくるんです。ロマンス何ですかね。ストレスがあったマリー、マリー王太子妃はですね、ちょっと遊びに行きたいわっていうわけですよね。ね。どこに行きたいんですかオスカルが言うわけですね。えー、アントワネットさんどこに行きたいんですか仮面舞踏会よ。え そんないかがわしいところに行きたいだなんて。でももうね、もういつも毎日毎日堅苦しいね、ご挨拶とか儀式とか、そういう発表会とかそういうのでもううんざりなの。もうたまにはいいでしょ一回でいいから仮面舞踏会に連れてって。仮面舞踏会に連れてって。これですね。仮面舞踏会。皆さんは何回か行ったことありますよね。ない ないですか仮面舞踏会。かわいそうに。仮面舞踏会なんか絶対行きたいですよね。<laughs> ちょっと待ってください。仮面舞踏会って何ですかクラブのパーティーみたいなもんですか違います。その当時はあれですね。 貴族の人々っていうのは堅苦しいので身分がありますからね。いろいろあるわけですよ。ですが仮面をつけることによって少し奔放になれるという貴族の夜遊びですよね。その仮面舞踏会に仮面をつけて王太子妃が行くんですよ。プリンセスとも言うべきこの王太子妃、未来の女王ですよ。それが仮面をつけて行くんですよ。忍びで。わーなんつってね。華やかだわーなんて言ったらですね。 一人の男と出会うんですねその男こそがこのね、ベルサイユのバラ最大のヒーローねえ一番のパーフェクトな美男子それがフェルゼンでございます来ましたさあこのフェルゼンなる男はですねスウェーデンの貴族なんですねスウェーデンはい北欧でございます はい。そのスウェーデンからですね、他の国をいろいろとですね、留学して回ってたんですね。イタリアで音楽やダニナリを学び、ドイツで医学を学びみたいな感じで,ですね。<laughs> その、軍事も、医学も、音楽も、芸術も、いろんな、だから、英才教育を受けてるわけですよね。もう、もう、す、だから、まあ、言ったらですね、その、もう、会社の御蔵誌で、えー、ハーバード大学からマサチューセッツ工科大学、その上でケンブリッジの大学院に行きまして、みたいな、そんな雰囲気ですよ。そんな状態のですね、フェルゼンなる男がですね、パッて見たらですね、そこに美しい女性がいるんですね。アントワネントですよ。仮面をつく、仮面をつけたところで、もう仮面になっててもこんなもんですからね。 えー、このおが隠しきれません美しさは何だあの美少女はということでフェルゼネンがですね踊らせていただいてよろしいですかって言ってです、ね、ダンスをするわけですねうわう嬉しいもうマリー・アントワネットもねもう胸ドッキドキでございますなんて言ったって普段一緒にいるのはぽっちゃりくんですからね ぽっちゃりなだけじゃないんですよ、ルイ16世はね。未来のルイ16世で、今は王太子でございますけれども、王太子はただぽっちゃりしてですね、目がドロンとしてるだけじゃなくてですね、趣味が城前作り。わかりますか城前ってあの南京城とかの城ですよ。あの南京城みたいな城前をですね、火事場に行って作ってるって言ったらオタクなんですよ。ね。プラモばっか作ってるとか、フィギュア作ってるみたいなもんですよ。意味がわからないというですね。 なんで、ジ前を作ってるのなんて言うんですけど、好きだから、なんて、えへへーなんて言ってですね、火事場に行っちゃうのが、そういうですね、要するに、ぽっちゃりしててですね、目がドロンとしてですね、なんか、あのー、陰キャなだけじゃなくてですね、その上でオタクであると。はい。ずーっとフィギュアを撫で回してるみたいな、そういう状態なんですよ。ね。そんな旦那なんだけれども、もう目の前にいるのはめちゃめちゃかっこいいですね、貴族なんですよ。ファー カレーに踊るんですね。うわぁなんて素敵なのなんて言ってですね。はドキドキするみたいなね。そのダンスが終わった後もバルコニーに出てですね。はぁ、もう、こんな楽しい日一日があるだなんてなんて興奮してるわけですよ。まだ若いですよ。15、6ですよ。中3とか高1ですよ。ねえもうそんなイケメンとダンスしたもう最高にドキドキしてるわけですよ。ねえそんな中でそのさっきのイケメンが追いかけてくるわけですよね。ちょっとさっきの、えー、あなたって言ってですね、追いかけてくるわけですね。あまりにも美しい。ね。 もう気になってしょうがないでね。どうかお顔見せてくださいって言ってバッてね、吐いちゃうわけですよ、マスクを。そんなことしていいんですかちょっと仮面舞踏会に私も行ったことがないんで分かんないですけども、仮面舞踏会って仮面外していいんですかその、覆面レスラーだったらこれ大事ですよ。<laughs> ね。うわーなんつってね、タイガーマスクは俺じゃねえとかって、とんでもねえことになりますよ。 筋肉マンだとそれ禁じられてますからね。マスク外しちゃダメだろうなんて思うんですけども、マスク外さなかったらロマンがま生まれないですよ。バーンなんて外したらですね、もうもうこのマスクをね、仮面をしてる時ととも,も,もう予想してた以上の美しい顔が出てくるんですね。ふわーっと。なんだこの。 なんだこの世界でも類を見ないこんな美しい人がいるだなんてなんて言ったらですね、オスカルがね、こう、お目付け役でついてきてますからね、何者だなんつってピーンですね、刀をですね、ヒューンってね、振るわけですね、フュンって危ないね。何者だね。私はフェルゼン。スウェーデンの貴族だ。いうわけですね。現在は留学中で、身分こそないが私はスウェーデンのフェルゼンだ。そういうお前は何者だ私はオスカル。 この得体の隊員である。ねえこの得体、なるほど。いう通りで、えー、ね、容姿がいいわけだ。なるほどな。と、というと、この方は、ね。この方は、なるわけですね。この得体が守るっていうのは、やんごとなき身分の人ですよ。この方は、もしや、ね。もし、会いたいというのであれば、ベルサイユ宮殿に、直接、越見の願いを出すがよかろう。 マリー・アントワネット、王太子でやる。ええー、あの、王太子妃でも、偉いことだ。これは偉い人だよ。偉い人のもう王太子妃なんだから、誰かのもんなのよ。なんちゅうこっちゃ、激烈かわいい子見つけたなぁ、思ったら、社長の奥さんみたいなね。うわ、これは社長のもう御曹司の奥さんだね。うーわー、あかんやんこれ、っていう状態ですけれども。 これは、もう胸の高鳴りがね、抑えられませんという状態なんですね。その上でですね、フェルゼンは正式にもう自信満々ですからね、ベルサイユ・キュですね、越見に来てですね、会うわけですよね。その一夜があったもんですから、アントワネットはですね、やっぱりもうね、続行になっちゃうわけですよ。ね、オスカルも気になるぐらいですね。ね、オスカル様大丈夫かしらね、他の人が注意しに来るわけですよ。最近、 他の貴族の方々も察し置いて、あのフェルゼン様とですね、やたらと、そんなに偉くないはずでしょう、まだフェルゼンさんは。フェルゼンさんとそんなに仲良くしていいのかしらね、なんてことを言われるぐらい仲良くなっちゃったんですね。そんな中、ねー美しい日をね、始めようかなと思って、楽しいね、もうロマンスが始まるかななんて思ってた矢先に事態急変する。それは何か、ね 国王が病気になるんですよ。その病気というのがとんでもない病気には、それが天然痘というですね、言ったらまあウイルス性の伝染病なんですけども、それも恐ろしい伝染病なんですね。えー、もう、その、あね、その肌にですね、そのねまだらになっていって、そのまだらの模様からですね、血が出て、生んでですね、どんどんとただれていくというです、ね、う恐ろしい病気なのでございます、この天然痘。うわー 国王が天然痘になられたぞってお出になってください王族の方々は皆さんお出になってくださいって言うとですね、大騒ぎなんですよ。映ると困りますんでだから、大隔離するわけです。で、特別なですね、医師団だけがですね、王の面倒を見るんですけど、もう見るも無残、これは映っていかない。ねまあ、天然痘というのはですね、後にワクチンができてですね、撲滅することができるようになる。まあ、言ったらコロナとかもそうですよね。ウイルスが蔓延してワクチンができてね、だんだんと対抗できるようになってっていうのがありますけれども、 免疫ができるというのね、えー、まではですね明確な治療法がないということでもう世界中を恐怖に陥れた病それが天然痘なんですよ中世をですね、えー、人類を大いに苦しめたその天然痘に国王がなってしまったねでうわあどんどんと顔がただれて溶けていくわけですねもう誰ももうこれは恐ろしいねもうおそらく復帰できないだろうという状態になってですねもう死の今和の際に行くんですね国王がねそんな時もう医師団はもう下がりなさいと。 これはもうね、えー、その、ね、もう死去しか行きませんと。要するに、神に祈るだけ、あと。ね。神に懺悔の時です。ね。そしたら国王はですね、はあ何か、何か天国に行くための手がではないかっていうわけですね。国王はもういろいろ悪いことしてますからね、何か天国に行くために悪いことを何でも償うからっていうわけですね。そしたらその死去が言うんですね。キリスト教の教えに逆らい、そばに置いていた。 愛人を追放なさいといとうわけですねもうみんなが肉々しく思ってたわけですよその愛人のことな何であんな愛人に牛耳られなきゃいけないんだ王はをどうかしちゃってるぞというふうに苦しんでたわけですからそれだ今だということでですねあのもともとねその聖なる愛を誓わなきゃいけないキリスト教において愛人をそばに置くなんておかしいじゃないかということでそれは天国に行くために追放しなさいと言ってですね 王からデュバリー夫人は追放令が出されるわけですね。ここでついにデュバリー夫人最初の悪役が退散することになるわけですね。デュバリー夫人は簡素な簡素な馬車に乗せられて幽閉されると。ね。そして後にまあだんだんと修道院とかの方に連れて行かれて寂しい、えー、最後を,を迎えるということになったわけです。さあ、デュバリーはいなくなった。そして、償いが言っていた国王もパタンある時倒れる。そう。 国王がご逝去なさいました。そうです。新国王16世の誕生でございます。なるです。ねうわー国王15世がお亡くなりになるやいなや、新国王16世がうわー体感するわけですよ。ねと同時にそう、マリー・アントワネットはフランスの女王になった。年はまだ18歳の頃ということですから。 ねえ、まだ若いんですよ。国王も19歳、私は18歳。あまりにも早すぎるんじゃないか。ねえ。それは女王になったよなって喜びもあるけど、プレッシャーの方が強いわけですよ。これは早すぎる。若すぎる二人には重すぎる王冠なのではないか。大丈夫かなんていうわけですよね。ですが、その不安というのは的中してしまうんですね。女王になった。ということで、マリー・アントワネットはですね、何もかも、 思い通りになってしまうんですね。なんて言ったって国王ルイ16世はですね、毎日上前を作っているオタクでございます。しかも性格はおっとりとしてるんですね。ウフフフフ,フと、ね、マリー・アントワネットの言う通りにするよなんて言ってですね、アントワネットがですね、政治のですね、基本的なことまで決めれるようになっちゃうんです。言ってみたらね、誰をどのポストに置くかっていう人事権を全部ですね、マリー・アントワネットは牛耳ちゃうんですよ。 それに気づいたのがオスカルですよね。私がこの絵連隊長ですか出身、出世するんですよ。昇進。大昇進じゃないオスカルっていろいろ言われるわけですけど。いや、でも、よろしいんですか私が。オスカル。ね。実はこのオスカルとマリー・アントワネット、同い年なんですよ。同じ年に生まれた。同い年の女性なんですね。だからまだオスカルも若いんですよ。10代なんですよ。にもかかわらず、この絵連隊長に昇進して、なんと、喜んで、オスカル、私がそう言ったのよ。 あなたの給料も2倍にするように言っておいたから。それはお待ちください。ね。オスカル両親がね、あります。分別ついてます。そうお待ちください、アントワネット様このエレン隊長に昇進というのは甘じて受け入れますけれども、年俸が倍に関しては受け入れがたくございますと。それはなぜか、現在のフランスの財政のことをご存知でしょうか決して裕福で、豊かで。 余裕があるとは言い難い状況でございます。私なんかのね、給料にそんな倍、滅相もない。それは何か国民のために取っておいてください。わあ分かってるね、オスカル。あら、そうなんていうわけですね。あなたのこと大好きだから、給料倍にしてあげたかったのよ。それでも、他のものが欲しくなったらいつでも行ってね。馬でも、お城でも、何でも。 私は今用意できるんだからこの前みたいにデュバリーみたいな訳の分かんない人間に押し付けられたり怒られたりすることももうないの誰も私は怒れないのよなんて言ったって私はフランスの女王なのだからそういうことなんですよね危険だ怖いねオスカル思うわけですね女王はあまりに素直すぎる気持ちをそのままに表現しすぎるそれがどのように国民に移るか それが考えただけでも怖い。そうですよね。国民は期待してたわけですよ。女王に対して、この貧しいね、フランスの平民の経済を変えてくれるんじゃないか。だから何とかしてくれ、ね。で、王様はつ、つつましいんですよ。ルイ16世は、まあ、つつましくですね。別に贅沢もしないんですよ。だから、だし、勉強家だし、オタクなんですよ。要するにですね、もう無害なオタクなんですよ。だから、彼が王様になれば大丈夫だろうって、どっかみんな思ってたの。ところが、 マリー・アントワネットは気に入った人をポーンって偉くして給料倍なんてやっちゃうわけですよね。あなたのこと大好きよ。だから給料倍なんてやっちゃうわけですね。危ないですよ。危ないなぁと思う予感も的中するんですね。あれアントワネットさんはこのドレスはどうしたのでございますか言うとですね、とんでもない派手な衣装が届いてるんですね。ねえ、もう。 ベルタンのデザインは最高よねなんつってですね、その新しいデザイナーのですね、もう女王様にお似合いでございますとか言ってね、なんと礼服を100着以上持つって、えぇ !100 着この豪華な服をでございますかなんつって、もう何十億何百億の世界ですよ。十、何十億何百億円をですね、もうもう似合うから可愛いって言われるからつって、ウキウキで買っちゃうんですね。 だってもう私女王なんだもんって言ってですね10代の女の子がガンガンにショッピングしちゃうわけですよガンガンにショッピングしちゃってるーなんてもう恐ろしいことになるわけですねそんな中さらにですね悲劇が訪れるんですけどもある時オスカルがですね謹慎、えー、処分を食らうんですねまあオスカルは正義感でね、えー、やったことだったんですけども謹慎処分になってしまうんですそれは何かと言いますとね公爵ね 公公白紙団なんて言ってですね、えー、公爵の公のコートですね。あの、僧楼っていう方のコートですね。白爵の白氏に、死、えー、爵の死にですね、男爵の団で公公白紙団っていうね、まあ、爵位と言われる貴族の階級があるんですけども、その中でも一番上、公爵。こいつがまたね、公爵家って何人かいるんですけども、こいつがね、悪い奴だったんですよ。 公爵家の馬車をですね、ある時貧しい子供がですね、馬車にですね、公爵家の馬車だって分からずにもうね、もう貧しさゆえにですね、その馬車からですね、物、お金を盗んじゃったんですね。それが発覚したんですよ。おいキャーなんてですね、もう文集がですね、もう馬車にもう群がってるんですね。ね何が起きたんだってなるわけですね。おい、このガキがよ、公爵様の 馬車から金盗んだんだよなんて。あ、お助けください。この子はもう貧しくて。まだ幼いから何も分からないんです。お助けください。お助けください。お許しください。公爵様みたいになるわけですね。お母さんはものすごいね、命乞いをするんですけどね。ふんなんて言ってですね。公爵が出てくるんですね。ふん。そうかああ。じゃあ、気をつけることだな。おめはなしだ。 有形なんて、ありがとうございますなんて子供たち、子供がバーって走り去ったらですね、なんと何もしないと言ってたにも関かかわらず、後ろ手に走りす、ね、後ろ、ね、走り去る後ろ姿の子供を後ろからですよ、バッ構えて銃をバーンぶっ放して、バーン撃ち抜くという衝撃の事件が起こるんですね。ギャーなんつってね、それをオスカルは見るんですよ。なんてことをしてるんだ、あの男はと。 貴族だからといって、公爵家だからといって、やっていいこと、いけないことがあるから、もう腐敗してるんですね。えー、フランス王朝も末期になってきてますから、もうですね、王族と、えー、貴族のですねトップ、トップ層のですね、もう腐敗、もう誰も文句は言えない状態になってるんですね。でももう貧しい貧しい状態になって、国民たちが飢えてるわけですよ。その飢えた国民がですね、ちょっと盗みました。それが子供です。そんなところに対してもですね、公爵に立てつく奴は命はないと思いバーン撃っちゃうわけですね。 それを見て許せないと思ったオスカルはですね、王,王,王室の中で,ですね、えー、宮廷の中でですね、その公爵に対してですね、ものすごく喧嘩を打ってしまうんですね。子供を背中から打つような奴は許せない,という。この得体と公爵では公爵の方が圧倒的に上なわけですよ。ね。喧嘩を打ってくるんじゃないこの得体の分際でということで,ですね。処罰を受けるこのままじゃ死刑になっちゃうかもということで、オスカルを謹慎処分に、マリー・アントワネットがせざるを得なくなっちゃって、謹慎処分になると。 まあオスカルはね、自分の正義は貫きたいというタイプですからね、あ,あじゃあいいよと。俺はちょっと街を視察に行くよって。街を視察に行くんですね。そんなオスカル、ね、このマリー・アントワネットを守ってきたこのオスカルがいない間にとんでもない役役が来きちゃうんですね。それがポリニャック博夫人。名前怖。長すぎて覚えれない。何ですかデュバリー夫人でギリでしたよ。 デューバーリーのデデュューがすごいふむずデューバーリーって何ですかって思ってたのにもかかわらずポリニャックいやあの、発音したことないですポリニャックしかもこれがまたポリニャック博夫人というですねやめてとポリちゃんとかにしてもうポリちゃんにしてもうポリニャック白夫人は言いづらいのよデヴィ夫人ぐらいだったらまだ言えるよもう短いからねポリニャック白夫人はね言いづらいよね。 はい、このポリニャック博夫人がですね、現れるんですね。彼女はですね、まあ、歌のパーティーの時にですね、マリー・アントワネットが歌ってたんですね。ファーなんて歌うわけですよね。まあ、特段うまいわけじゃないんですけども、やっぱり皆さんがですね、あまあ、アントワネットさんも美しいから声も美しいなとかー、なんて言うわけですね。えー、おもねってたらですね、その次の出番でですね、本当にうまい人が出てきちゃったんですね。ファーなんて、すごいうまいな。 自分があんまりうまく歌えなかったもんですからアントワネットですねそのうまい夫人ですね気になっちゃうんですよ「あ,あとても上手ねあなた」なんていうわけですね、えー、だいぶとねあのアントワネットより年は上なわけですけどもこのポリニャック夫人はですねどうも憂いを帯びた目をしてたんですね気になって聞いてみたんですよあ,あなたあまり宮廷で見,見かけないけれどもなぜそんなにたまにしか現れないのなんていうふうにですねアントワネットを聞くとですね あの、宮廷でね、毎回皆さんとお付き合いできるほどのお金がありませんのよっていうわけですね。貴族でもやっぱりピンキリですから、宮廷の派手なパーティーにいつも出れるっていう人と、まあたまにしか出れませんっていう人がいるわけですね。そのたまにしか出れませんっていうことをですね、素直に言うわけですよ。それに対してマリー・アントネット思うわけですね。なんて素直な人。お金がないなんていう、この世で一番恥ずかしいことを、こんなに素直に言えるだなんて。 お金がないというのは一番恥ずかしいことなのって俺読んで思いました。こーわ、この価値観って。お金がないなんていう一番恥ずかしいことを人前で言うなんてなんて素直な人なんだろうっていう感動、怖って私は思ったけども、アントネット思うわけですね。素直に言ってくれるんだ。弱みをね。あ、そうなのなんて言って。 私は自由に生きるから、あなたすごく話し相手としてね、私向いてると思うから、私の話し相手になるために、家族ごと、このベルサイユ宮殿に引っ越してきなさいよなんて、えう、えー <laughs> ちょっと歌が上手くて話しやすいからということで、<laughs> こんなこっち来なさいよなんてすごいよね。とんでもないこといいんですかなんて言ってね、このポリニャック夫人がですね、宮殿に引っ越してくるんですけれども、ここからが地獄の始まりなんですね。このポリニャック夫人はですね、あれ この子私のこと気に入ってるなってなってからですね、ぐいぐい要求していくんですね。この子財布の紐緩いじゃないということで、あの、すいません、なんて言ってですね、やっぱり引っ越してきたんですけれども、やっぱり恥ずかしいわ、何がどうして,て、ね、いい服もいい馬もないんですもの。 えそんなこと恥ずかしがってるのじゃあ分かった。言っとくわよ。いい馬といい服を用意するように。ありがとうございます。なんてですね。いい服といい馬とどんどんもらってくんですね。もうおねだりがすごいんですよ。ねあの、すいません。私の弟がどこどこのポストに付き合い付き合いって言ってるんですけども。あら、そうなのじゃあそうしとくわ。<laughs> マリーアントワネットはですね、もうとにかくですね、自分の権力がどれほどのものかというのがあまり分からず乱用しちゃうんですよ。言ってる間に。 あの時の国王十、ね、ルイ15世に対するデュバリー夫人のように、このマリー・アントネットは、このポリニャック夫人に寄生されてしまうわけなんですよ。ねえ。もう気づいたらポリニャック夫人の家族でですね、えー、宮殿のですね、偉いポジションを占められちゃうわけなんですよ。ねえ。一方、その頃、オスカル何してるかと言いますと、オスカルは街に出てるんですね。で、街の酒場とかに行くわけですよね。ねえ。そしたらですね、やたらと人気者の頭の良さそうな奴がいるんですね。 そいつが、ね、ロベスピエールっていうですね、弁護士志望の頭のいい男なんですよね。貧しいで、だけれども、非常に頭が良くてですね、新しい世界観について語りたいみたいな、そういうやつなんですね、インテリなんですね。ねそのインテリとですね、話をしていてね。 僕、私はこの兵のオスカルだなんて話をする。私は弁護士志望のロベスピエールだなんて話をするわけですね。で、このロベスピエール非常に頭がいいので、えー、その学校にですね、王様が訪問しに来た時に、まあ主席として代表として王様にですね、えー、ご結婚の祝辞を述べたことがあるわけですよね。ところがこのロベスピエールはあの時王様に、ルイ16世にね、祝辞を述べたことを今となっては少し後悔しているんだって言っちゃうわけですよね。なぜだオス,オスカルは気になって聞くわけですよ。なぜ ね王,王とね王妃のですね、その結婚をね、ねマリー・アントワネット様との結婚を、なぜ祝辞を出したのが嫌なんだねあの時はわずかに期待していたんだ。新しいね、ね王太子妃と王,王太子が世界を変えてくれるんじゃないかって。ところが、その二人がね、ね王と王妃になってからも全く我々の生活は変わらない。それどころか、日に日に悪くなってる。そして気球に,気気球に及ぶにはね、ね 王妃のマリー・アントワネット様は随分と遊び好きで、国王ルイ16世はその遊び好きのアントワネット様の言いなりだそうじゃないか。このままじゃ先を思いやられるね。何なんてね。オスカルも怒るわけですよ。この兵としてね。えまあ、アントワネット様に仕えてるから、そんな悪評が、うん、ね、あの、蔓延してるっていうのを聞いて、カッとなるわけですね。でもですね、それあの、それも一理あるなっていうことがあるわけですね。 ああ、なるほど。国民からこんな風に思われてるのか、ということを知るんですよ。ねその上でね、街は結構荒れてきてるな、なんてを見て、その上で戻ったら、戻ったらポリニャック。すごく。<laughs> ドレス買っちゃってますねからの。 ねえ、公爵が暴れちゃってますね暴れてんじゃねえぞ、公爵だからっつって,って。舐めんじゃねえぞ、若造のくせに。で、謹慎だ。すいません。って謹慎して。それで、あの、街出たら、いや、がっかりだよ、最近の女王にはよ。新女王はどうせ遊び好きなんだろう。何って言って帰ったらポリニャックって。最悪ですね。最悪の状態です。もう、あの、ごめんなさい。最悪がポリニャックに引っ張られて、今最悪になりましたけど、もう、もうひどい状態なんですよ。ねその上でポリニャックのですね、もう地獄は止まりません。ね。 も,うもちろん忠告してる人いるんですよ。ね。最初にあのメルシー博っていうね。あのー、マリア・テレジアお母さんがね、使わしたジーヤがいるんですよ。そのジーヤが何回も忠告してるんですよ。おやめなさい、アントワネット様。あのポリニャック夫人なる者はですよ。あなたを利用して財布扱いしてるんですよ。なぜわからないんですかなんて言ったらね、アントワネット泣いちゃってね。どうしてどうして私の友達を悪く言うのよなんていうわけですよね。それを見てオスカルもですね。 アントワネット様はお寂しいのだろうかお寂しいのだろうかっていうわけですよ。何か寂しいのかな心に穴があるのかなというのもですよ。あの仮面舞踏会であったフェルゼン、いましたよね。そのフェルゼンはどこ行ったのか、いないのか、いないんですよ。なぜか。そのアントワネットが王妃になったことで、これいよいよ仲良くしてたらやばいぞってことをオスカルが言うわけですよ。ね。今ちょっとイチャイチャしてるよなと。ね。 なんか仲いい雰囲気出てますけど、それまだ王太子妃だったからまだみんなに目立ってないだけで、これ王妃になったらやばいぞと。ね。フェルゼン、悪いことは言わない。自国に戻った方がいい。スウェーデンに帰った方がいい。で、フェルゼンも言われてビクンとするわけですね。何か悪い噂でも出てるのか。いや、まだ出てはいない。だが、これから王妃様となれば、その目は注目にさらされる率が半端じゃない。ね。 身の安全のためにも今のうちにスウェーデンに帰った方がいい。分かった。言ってですね、このアントワネットへの気持ちね、クーっ思うんですね。しかし、アントワネット様は美しすぎる。なんて言ってですね、クーッなんて言いながらですね、スウェーデンにね、フェルゼンを帰ってしまうんですね。スウェーデンにフェルゼンが帰ってしまったのなんて言ってですね、悲しい気持ちがあるわけですよ。 そうなんです。このスウェーデンにフェルゼンが帰ってしまったことで、元の木網ですよね。あの、もう家に帰ったらドロンとした目のですね、上前オタクしかいないんですよ。もうどうしたらいいのよ、なんていうことで、その心の隙間に入り込んだのがポリニャックだったわけですよ。なんだかほっとするわ。ね。親友を見つけたようだわ。なんて言ってですね。ところが、ポリニャックが悪いんですよね。 とはいえ退屈なのよ、最近って、アントワネットが言った時にですね、ポリニャックはですね、あら、じゃあ。素敵な楽しい遊びを教えてあげるわって,言ってね。何、素敵な遊びって。賭博よ、賭博。賭博。恐ろしいですね。賭博がどれぐらい恐ろしいか、ユーチューブ大学の井川元孝さんの回をご覧ください。大王製紙会長からですね、牢獄の中に行くことになった。 えー、カジノでですねとんでもない金額を吸ってしまったというお話でございますはい賭博というのはですねななくおお金を失うででじみでございますどれだけお金を稼ごうが m 1チャンピオンになろうが賭博にはまればその生活は立ち行かなくなるのでございます税金すら払えなくなるでおなじみの賭博でございますからこれをおすすめしようと。 いうお友達に関してはもうそれはお友達ではないのではないかと言っても過言ではない。そんなおすすめをしてくるわけですね。賭博なんて言ってですね。オスカルもメルシーも止めるわけですね。おやめください。賭博を。一国の女王が賭博だなんて。しかももうお金を随分使っているじゃないですか。あのポリナック夫人にいくら使ったんですかえー 服にも使って、ポリニャックをうちにも使って、もうどうしてそんなこと言うのよ私の友達を悪く言わないであと一回、一回だけだから賭博も一回だけだからって言ってですね、おねだりするんですね。かわいい顔してるんですよ、マリー・アントワネットが。かわいいなぁ。もう一回だけなのね。一回だけだからねって言ってですね、ドハマりしちゃうんですね。ドハマりドハマりし、もうね、あの、とんでもないですよね。ギャンブルっての、ね、はドーパミンが出ますからね。脳をガーン揺らしていきますからね。 もう、抗えないんですよ。ですから、もう、ギャンブルを始めて、ね、一番金を損しない方法はですね、えー、カジノから一目散に逃げること、ということにね、言われております。その、ギャンブルをやっちゃうんですよ。ねえ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 、知ってる最近のアントワネット様、あの、ポリニャック白夫人とギャンブルに勤しんでるそうよ。なんでも、毎晩負けに負けて、その金が全部ポリニャック白夫人の懐に入ってるらしいわよ。まあ、怖い、なんていう話が広がるわけですよ。ギアー、地獄ですね。 地獄でございます。ギャンブルに誘われて負けまくるという。嫌ですね。ねえ。なんかその悪い友達にギャンブル誘われて負けて帰ってくるんですよ。<laughs> どうすんのこれとなっていたところで、ザッザッザ、あいつが帰ってきた。誰だそう。フェルゼンだ フェルゼンが帰ってきてくれたんですよ、フランスに。スウェーデンからフランスに来たのよ、フェルゼンと。オスカルが、おフェルゼンどうして戻ってきたんだというわけですね。そうだなって、ね。父上から、そろそろ、結婚相手でも探せと言われてきたのさ。嫁探しに来てるんですよー。ええー。ね。アントワネント様にはお会いになったのかいや、まだだ。だが、会いたい。言うわけですね。 嫁探しに来たわけですよ。もともとでもお忘れでしょうか。ね。もうイチャイチャしてたら見つかるから帰れって言われてきたんですけども、戻ってきたんですよ。ね。戻ってきたら危ねえんじゃねえかなんてのはもう不遂の極みですよ。ね。ポリニャック夫人にね、金を吸い取られてる。あの、あの子をね、もう、もう、心を取り戻すにはあいつしかいないでフェルゼンなんです。このベルサイユのバラはですね、フェルゼンが何度もカウンバックするっていう。フェルゼンイズバック がもうめちゃくちゃサビなんですよどうしたのよピンチになったらですねフェルゼンが現れるこれなんですよねピンチに現れる最高にして最強のヒーローそれがフェルゼンなんですギャンブルで吸い取られてるんですよ親友だと思ったあの人にですよギャンブルでお金全部吸い取られてかわいそうじゃないオスカルの言うこともメルシーの言うことも聞かないのよどうすんのザッ バーンフェルゼンでございますワーオということですね。フェルゼンが嫁探しにし,にしに来てるというわけですね。ただ気になるのはその嫁探しっていうことですよね。えー、アントワネット様のことを好きなのかアントワネット様はフェルゼンのことが気になっている。しかしフェルゼンは嫁探しをしてるわけですよ。複雑な感情がオスカルを襲うわけですよね。ね。で、フェルゼンは言うわけですね。えー、父上からはフランスで、この人とかこの人とかこの人とかいいっていうふうに言われてるぞ。 なんか物件をですね、なんか品定めするかというのようにフェルゼンが言ったわけですよ。この人はこういう条件で、えー、いい人だから。この人はこういう条件だから。それがオスカルはカチーンと来たわけですね。オスカル女性でございますよ。ね。フェルゼンの物言いがちょっと気に食わなかったわけですね。愛してもいないのに結婚するのか言うわけですよ。ね。貴族に対して愛してもいないのに結婚すると言うのか言うわけですよ。そしたらですね、フェルゼンはぐっと真面目な顔になるわけですね。じゃあ逆に聞く。 愛してさえいれば結婚できるというのかここなんですよ。つまり、アントワネット様の気持ちは考えているのかなんていうことをオスカルはふっと言った。それに対して、アントワネット様のことを好きなのは当たり前じゃないか。しかし、私に何ができるんだということを言い返しているわけですよね。お見合い相手を俺は見品定めすることしかできないんでわかるだろね。なんでって言って、アントワネット様はもう王妃なんだ。 女王なんだ俺に何かができるわけじゃないなんでそんなこと言うんだオスカルなんていうことを思うわけですよそんな中ザッザッ森で会ってはいけない2人が会ってしまうんですねええー、お金がなくなっていくで昇進のアントワネットのもとにザッザッザッフェルゼンがバン森でパン戻ってきてたのフェルゼンなんて言ってですねバーッね「ただいま戻りましたフェルゼンでございます」うわーなんて,てですねザッ 抱きしめてしまうんですね。ああ、フェルゼン。寂しかった、フェルゼン。っていうわけですよね。あなたに会いたかったのよ。ね。そしてですね、その森での仰せを重ねてしまうんですね。もちろん、何か、ね、一線を超えるようなことはしてませんよ。ですが、森で密会している。これは良からぬことですよ。ね。しかし、ね。この密会によってですね、あの、 ポリニャックとの,あの賭博に関してはやめようというふうに決心したんですね。はい、もうフェルゼンというですね心の支えがいるんでもうああのポリニャック夫人はですねあのどうしたの最近あの現れないけれども顔を出さないけれどもアントワネットさんはどうしたのかしらなんて言ったら「私もう賭博はやめるの」と言ってですねフェルゼンがいるからという、ね、状態になるわけですよね。それでで何かおかおしい噂が広まるわけですよ どうもおかしいぞ。アントワネット様いつもいつもあの時刻になると森に入っていく。んあの森といえばフェルゼンもあの森に入っていくぞ。どうやら二人は怪しい関係なんじゃないかという噂が広まるんですね。そのことによってオスカルが注意してくるんですよ。ね。フェルゼン危ない。ね。このまま噂が広がれば何が起きるかわからないぞ。ね。フェルゼンもちょっとドキッとするわけですよね。そんな中でマリー・アントワネットにもオスカルが注意するわけですよね。 おやめください、ね。なぜ女王らしい行動に出れないのですかね。愛すぎです。不注意です。やりすぎです。っていうわけですね。それに対してアントワネットはガチ切れます。どうして私の気持ちが分かってくれないのよなるわけですよね。どうしてわからないのオスカル あなたは分かってくれると思ってたのにどうして分からないのここで初めてアントンアネットの心のですね、穴についてアントアネットがご自身で語るわけですね。どうしてあなたは分かってくれないの私は14歳で突がされたの。国のために。初恋もせずに。その上で、もちろん、ね、国王のことは愛しているでも、それは愛ではないのよ。国王のことは尊敬しているでも、それは愛ではないの。 ねえ。この秘めた思い、この女心、これが分からないねオスカル、あなたに女心は分からないかしらこういうオスカルにも痛いセリフですね。オスカルは女として生まれながらにして、将軍を告げということで、男立てらに無人としてですね。 この王妃を守るためだけに、王妃と国を守ることだけを考えておりますという、このオスカルの教授に対して、あなたに女の心は分からないのと突き刺すわけですね。グッサーになるわけですね。そうか。ね。そんなにも、寂しかったんだ。マリー・アントワネット様は寂しかったんだ。と思うわけです。ですが、噂はもっともっと広がってですね、このままじゃやばいとなった時にですね、フェルゼンが言うわけですね。私はアメリカへ旅立つえ。えアメリカへ。 なぜね。独立戦争が起こってたんですね。時代がそういう時代ですよ。ね。言ったらイギリスから独立したいということで、アメリカでね、えー、その反旗を翻して独立戦争が行われているので、その戦争に参加するんだということで、アメリカに行く。なぜアメリカまでね。この気持ちを抑えられない。オスカルに説明するんですよ、フェルゼンがね。この気持ちは抑えられない。 このままヨーロッパにいようものなら私はアントワネット様とどうにかになってしまいそうだ。ねだからその気持ちを抑えるには遥か離れたアメリカで戦地で私の心をね、冷ますしかないんだ。ねいうことでそれを見てオスカルはグッとなるわけですね。男だね。ねやるじゃないかと。誠の愛とはそういうものなのかと。愛し愛するがゆえに。 身を引くということがあるのか立派なもんだ、フェルゼン。ここでフェルゼンのことを尊敬するわけですよ、オスカルも。ね。愛するがゆえに身を引くということを選んだ、そのフェルゼン。お前の、その愛を私は、しかと受け止めたぞって言ってですね、アメリカに旅立っち,ちゃうんですね。またフェルゼンがいなくなる。はい。フェルゼンは現れては消え、現れては消えます。はい、もう、また現れるために消えてると言っても過言ではございません。 フェルゼンどうして行っちゃったのまた昇進でございますね傷ついたマリー・アントワネットはまた悪い行動に出ちゃうんですよマリー・アントワネットは傷つくと取り返しのつかない行動しがちそうでしたよねドローンとした目のねあの城前オタクと結婚したもんだからねもう嫌になっちゃって服買ってたわけですよね押すからあんたには分からないのね この女心、初恋もせずに嫁がされて、もう私は、その心の虚しさを埋めるために、ねえ、舞を、服を買え、踊り狂い、お酒を飲み、そうやって何か自分の気持ちを紛らわせてたのがそんなにふうに分からないのってなるわけですよ。あ、そうやったんやと。虚しさのあまり服買いまくってたんやというね。だから、虚しくて服買い、虚しくてギャンブルして、 ねそれもよ、どうしてもその、政略結婚で愛する人がいないっていう中で、もう堅苦しいところに閉じ込められてっての苦しかったんですよ。恋したかったんですよ。恋がしたい、恋がしたい、恋がしたいっていうことですよ。恋がしたいのにもうなんで、上前オタクと一緒に暮らさなきゃいけないの私はもうこんな恋がしたい。14歳で結婚してもう何もわかんなかった状態から王妃になってこんなプレッシャーの中で、服買ったり、賭博したりも全部そのせいなのになんでわかんないのフェルゼンからのフェルゼンがアメリカ うわーで、私はもう、宮殿にはいたくない。そういうわけですよ。宮殿にいないってどういうことですか宮殿では王妃がいるのは大事なことですよ。社交場の間で、宮廷にいる貴族たちを面通ししていろいろと謁見する。これが仕事なんですよ。どうして宮殿からお出になるんですかで私は少し静かに暮らしたいのよ。ちょっと離れた、離宮ってやつですね。離れた宮殿、離宮。ね、だから、その離れの方に移る。トリアノン宮というですね、すごくね、 あの、穏やかな、周りにですねの、農村の風景を描いたかのような、もうとにかく穏やかなですね、家を、もうそれも大金の税金を使ってその利休を作ってですね、そっちに引きこもる。税金を使っただけじゃなくて、何がまずかったかというと、貴族たちの反感を買ったんですよ。え貴族たちがですね、ん王様もいらっしゃらない。どこへ行くんだこれからはトリアノン級で。トリアノン級それじゃ私たちに会わないってことあ、誰も行かないのかあ 一部のお気に入りの貴族だけがアトリアノン宮には顔を出せます。一部のお気に入りってどういうことだ我々はその一部のお気に入りよりも身分が高い貴族なんだぞ。馬鹿にしてるとしか思えないよ。二度とこの宮殿には私はもう、ね、参らないぞっていうことで、その貴族を選別したことによって貴族のですね、大半のですね、反感を買っちゃったんですね。でもうちにこもってですね、一部の貴族とだけ、ね、でもポリニャックはポリニャックでその方がね、良かったんですよ。ね。 もう、完全に政治に関心を示さなくなったから、もうポリニャックのやりたい放題なるんです。余計にポリニャック祭りになっちゃったんですね。最悪でございます。地獄の状態。ねえ、それを聞いたマリア・テレジアはですね、ギャーになるわけですね。何をしてるの、愚かなあの子は。愚かな愚かな我が娘、どうしてそんなことをするのそんなことしたら。 味方がいなくなってしまうわ。貴族たちに嫌われてしまうわ。その上で国民にも嫌われるほどの財産を税を尽くして、そんなことばかりをして、どうして、どうしてあの子気づいてくれないの言いながら、マリア・テレジアはですね、このあたりで、病に伏してですね、他界してしまうんですね。どうか神様、あの子に、あの子にご加護をって言いながらですね、マリア・テレジアは制御してしまうんですね。そして一方、その頃、ね、トリアノン級ではですね、 えー、このマリー・アントワネットが王子になるはずの子供を出産するんですね子供は生まれてる第一王子第二王子第二王子生まれてくるんですけれどもその先行きは非常に暗いということですね国民からすでに嫌われ始めさらに貴族からも嫌われ始めこのマリー・アントワネットへの うっすらとしたもやもやとした憎しみがですね、最後の最後のとどめの事件の時にですね、すべて悪い方向に引っ張ってしまうということなんです。いや、怖いですね。そんな状況の中、ここからはですね、お話は主人公がオスカルへと移っていくわけなんですね。はい。ここまでは基本的に警告のオスカルでしたよね。おやめください、おやめください、おやめくださいでおなじみ。 オスカルだったんですけどもここから急にですねにわかにオスカルを主,主としたお話が始まってまいりますこの温度差についてきていただきたいと思っております自由平等友愛その名のもとにフランスはこれからこれから新しい国に生まれ変わるんだアンドレもうすぐ行くフランス万歳バあなたはバカです もう誰しもが逃げる中でもうこんなところにいても何の得もないのにどうしてどうしてこんなところにいらっしゃったのですかウェブコミュニティプログレス は何者にでもなれる。いつからでも。次はあなただ。